髪学紹介。こんにちは、はなちゃんです。今日は大阪市中央区にあるフルール松屋町というおしゃれな民泊をご紹介します。それではどうぞ。今回ご紹介するのはフルール松屋町でございます。心斎橋から一駅、大阪弁で抹茶町として親しまれ、ひな人形をはじめおもちゃ、駄菓子、和紙など様々な種類の問屋や専門店が軒を連ねています。ひな人形や五月人形、夏には花火や浮き輪など四季折々の街の風景が楽しめます。提供は株式会社スプリントでした。